とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。久しぶりにボスラッシュが見てみたいということですね。ありがとうございます。以前、何回か動画にもしたことあるんですけども、本当に久しぶりですね。やっていきたいと思います。これでいきますね。ダイヤモンドのツルハシ、旋風衝撃波、雷虚無。です。まあ、ダイナモを貯める必要がないので、速攻で倒していけるのではないでしょうか。まあ、アーティファクトはちょっと考えようかな。では、いきます。それでは、いきますね。ちなみに、ボスラッシュですけども、モッドです。PC 専用ですね。よっしゃ。いや、久しぶりだな。まずは、エボーカーから。おいし。いけやっぱりね、この、溜めを作らなくていいっていうので、いい感じです。なんか連続発動があんまりしてくれないけども、いけるでしょう。OK、レーザーを出してればなんとかなる。一気にいける。無理か。一気には無理だ。待て待て待て、いい。どこ本体どこそこか。よし、オッケー。いけるもんだ。いけ。なんか連射が遅い気がする。だけども、大丈夫でしょう。次誰？レッドストーンボレルね。いけるよ。いや、倒しきれんか。おい！あぶね。はい。次。次がレッドストーンの怪物、まあ、2体重なってたのね。 OK 次いいんじゃない。で次が邪悪な恨みとかな。ちょっと待って、やりにくいやつが来たな。でもレーザーがあればいける。ちょっと待って待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 てやべ。あ、ハーフクロスボウの方が良かったか。ハープの方がまだ回復するな。よし。あぶねあぶねあぶね。この衝撃波で攻撃しても、あれだよね、回復しないんだよね。よし。衝撃波が、うん、あれか、バリアで、先に飛んでなかった。よし。はい、終わり。次で、次だよね。めんどくせえのは。はい、来たー。ここでいいか。いけ。よし、とりあえず一匹目。待って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 。いつものあの動けなくなるやつ。危ないなー。待って待って待って。よし。おい、やばい。そのまま行きます。そのまま。どこ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 いるどこいる。いた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 。よし、また動けない。またちょっと待って待って動けない。よし、動けた。本体どこ。そこか。危ねえな。なんか気をつけないとやばいよ。よし、倒したっしょ。はい、終わり。ちょっと待って待って待ってくれ。よし、来た。最後最後、ムーシュルームモンスターズ。やばいやばいな。ちょっと待て待てよ待てよ待てよ。これでガードしながらなんとかいけるでしょ。おい、これ遠距離が出だすときついな。よし、遠距離で出すと本当につらいけども、もう倒せるでしょう。一体倒した。最後はあれか、トゲか。はい、ということで、
戻ってきました。今日はボスラッシュやってみましたね。久しぶりだったので、ちょっとやり方が微妙な感じでしたけども。やっぱりボスラッシュは、羽をつけて、機動力を上げた方が良さそうだね。羽か、もしくは瞬足とかね。そういうのを入れてた方が良かったかな。ちょっともっさりしてましたね。と、あと、羽を使わないならば、愛のスペル棒じゃなくて、ハープクロス棒だったかな。まぁ、ちょっと、微妙な感じになりましたけども、まぁ、そこそこ早く倒せたんじゃないでしょうか。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。